今日はお寿司つすいませんなにお寿司すみません超大作の予感がしますようん回転寿司 レジを作ろうって工作の本を借りてきました。うん。もし、こう工作のすべうん。パッシュ書きました。これを元に作るというわけでございますね。はい。もしは。できるのかなもしね。うん。ああ、材料ね。めちゃめちゃ用意させられるんですよ。これね。中を開くと材料を。 用意しましょうみたいな、ページがあって。すげえ、料用意しなきゃなない。このカープ、カープを何。買った材料。全部見せるの。うん。手がかけました。はい、はい、はい。ええ、ちょっと待って、そんなことやってたら、時間ないじゃない。全部出しな、バーンって。もうバーンって、全部出しちゃうよ。 うわーすげえなそうですね100均で必要ですって書いてる材料を全部順番に買ってきましたら3000円ぐらいになりましただけよ <laughs> よしじゃあ早速作っていきましょう ワンがけて、ワン。回転寿司の台座に模様を入れております。いきなり台座ができましたが、はい、頑張って書いてくださいね。はい。じゃあとうさんは回転寿司の回る台を作ります。ねえ。

なんか書いたんでしょう、横に、ちょっと見せて。ここ紹介してください。ここは何、さ、さかま、さかな、さと、イカを書いたのかな。たたあとは。スワあっちは。卵、紫の卵と。黄色と緑のだと,と、真っ赤なお稲荷さんを書いたのね。お寿司だね、お寿司を書いたんだね。そして。そして 何を書い六六首。六六書いたのどこら辺が六六首かよくわかんないですけど。そうですね。あと一面は、れんぷんが余したので、父さんが適当に、魚とタコと、昆布を書きました。そして、これが、回転寿司の、回転台になる、という、らしい。じゃあ、回る台はどれ じゃじゃーん回るだい作りましたどどーんそういう仕組みだなるほどいいねほんで、ここに、まだ終わりじゃないもんね。皿を乗せて寿司を乗せると。ああ、なるほど。こういう回転寿司ね。回転寿司。手動回転寿司じゃないか。まあいい。よし次は、 お寿司を作るぞー。ーよし、まずはお皿を作りまーす。ーいお皿に海苔をつけて、そして折り紙を貼って、模様のついた折り紙を貼って、うん、きれいなお皿にしていきましょう。はーい。 とんがいちどんどん作ってくれあったーできたら見せてよ、うん、なかなか、重労働ですな <laughs> <laughs> あ、でもほら

頑張ります頑張ってはい、頑張りますまだお皿しか作ってないからねお寿司も作らなきゃなんないんだせるうんいつ終わるんですか、これはアスクいいよ終わるなよ、助けてよ <laughs> よし、お皿いっぱいできました 次は、シャリを作っておりますよ。はい、握ろう。お寿司を握るんだ。おう頑張れーおーシャリはキッチンペーパーを使うことになっているようです。お<ー>よっしゃ、寿司握れーはい はい、マグロ連が作ったマグロここに来って出たっけ了解ベカあいこっちもおマグロじゃーん <laughs> マグロじゃんマグロだいお寿司そうお寿司そう

でも行きましかさあ、もう一丁い,いくらできた父さん作ったいくらよっかせ。あとは、できてたのは何卵卵焼きうあ,あとは赤巻納豆巻きあとは何何これはうっと、こうか。卵巻き釜焼き

わあよーしゃーいやかかったな。次、撃ちましょう。何時間かかったよ。これ。3時間くらいかかったよ。たよ完成しました、回転寿司。し回してみましょう。はい。はい、大将。おとろください。ありがとう。食べてみよう。<laughs> 落ちてんじゃねえかよ。ああ、もう、おとろいただきます。ああ、美味しかったー。考えてよ。ああ、すごい。頑張りました今日は、9? <日>ここでこれ、これ、すごいよね、でもね。ほら、こんな感じにできた。<ー> <laughs> 全部落ちた。 ちた <laughs> もうおしまい今日は疲れたまたねー。